ナミさんもご苦労なさったんですね。村の運命を一身に背負ってコツコツお金を盗んでいたなんて。村が助かってよかったな、ナミ。一曲歌わせてくれるかい。聞いてください。渡る世間は金任せ。待て、てめえらナミさんの感動エピソード。それよりサンジ、肉が足りねえぞ。てめえは黙ってろ。でも今になって考えてみると、私が背負ってたものなんて大したことないわ。一人っきりで国を一つ背負い込んでた子もいたんだから。そんな骨のある方がこの一味に？ビビって言うんだ。船からは降りたけど、今でも俺たちの仲間なんだ。ビビは私の命の恩人でもあるの。あの時ビビの決断がなければ、私は今頃。麦わらの一味はついにグランドラインに突入した。そこに待ち受けていたのは、アラバスタ王国の乗っ取りを企む秘密犯罪会社バロックワークス。その陰謀を阻止するため組織に潜入していたアラバスタの王女ビビは、素性をバロックワークスのボスに知られ命を狙われていた。王国の命運を背負って一人戦うビビに心を打たれた麦わらの一味は、バロックワークスによって仕組まれた反乱軍の暴走を止めるため、ビビと共にアラバスタ王国を目指す。しかし一刻を争う航海の途上、ナミが突然の高熱に見舞われてしまう。ビビのためアラバスタへ急ごうとするナミだったが、ナミの回復を優先したいというビビの勇気ある提案を受け、ルフィたちは医者を求めてドラム島に上陸した。しかしこの島にいる医者は魔女と呼ばれるドクター・クレハただ一人。彼女は雪山の頂上に立つ城に住み、いつ町に降りてくるかわからないという。一刻の猶予も許されない状況でルフィが下した決断は、みんなにお願いがあるの。船に乗せてもらっておいてこんなことを言うのもなんだけど、今私の国は大変な事態に陥っていて、とにかく先を急ぎたい。一刻の猶予も許されない。だからこれからこの船を最高速度でアラバスタ王国へ進めてほしいの。当然よ、約束したじゃない。だったらすぐに医者のいる島を探しましょう。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。調査、それ以上スピードは出ねえ。いいのか、お前は王女として国民100万人の心配をするべきだろう。そうよ、だから早くナミさんの病気を治さなきゃ。よく言ったビビちゃん、惚れ直したぜ。俺はいい度胸だ。ごめんなさい、気を使わせて。無理しないでナミさん。悪いビビ、やっぱ私ちょっとヤバいみたい。近くに島があるはずよ。サンジさん、注意して水平線を見てて。確かに見えた。島があったぞ。いいよ、おぶってくから。それでも悪化するに決まってるわ。早く見せた方がいいだろ。いけるよ。てめえがいけてもナミさんへの負担は半端じゃねえぞ。あの山から転落したら健康な人でも即死よ。ナミさん、よろしく。
そこだけな。任しとけ。じゃあ行くか、サンジ。ナミが死ぬ前に。縁起でもねえこと言うんじゃねえ、このクソ野郎。ナミさんは平気そうか。ヤバくなったら焚き火を探して暖を取れ。ただでさえこの寒さだ。それだけでナミさんの病状は悪化していく。わかった。気をつける。ルフィ、先に渡れ。危ねえ。バカ野郎、何やってんだ。ナミさんが苦しんでるじゃねえか。仕方ない。俺は別ルートを探す。お前は先を急げ。だが1にナミさん、2にナミさん、3にナミさん、4にナミさん、5にナミさんだ。わかった。元気出たか？ルフィ、ごめん。少し休んでもいいかな？ナミ、わかった。一旦下ろしてやる。ワポル、誰だそいつ。俺は波を医者に見せて助けるんだ。ゴムゴムのワポル。
も呼び捨てにしてる。国王を侮辱した者は処刑だ。ひでえ目にあったな。とにかく急ぐぞ。
ソ、このままじゃ戦えねえし。ナミさんを安全なところへ。わかった。待て、ここはワポル様の領内、勝手に入り込むとは何事だ。Good night.